サッカーファンの皆さん、今日はよろしくお願いします。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。目が離せない試合になりそうですね。今日はヴィッセル神戸対柏レイソルのカードです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な 5-3-2 ですね。穴ができにくいシステムです。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけることで有名ですね。圧力をかけて相手に考える時間を与えません。今日はどうでしょうか。いつも通りプレスを軸にすると思いますよ。相手の対応が見どころになるでしょうね。前半キックオフです。セルジ・サンペル、ダビド・ビジャが顔を出す。山口ホタル、初瀬亮、ルーズボールになった。カウンターのチャンスです。見事な視野です。うまく読んだインターセプト。山口ホタル、いい形でゴール前まで持ってきました。スローインで試合が再開となります。大谷秀和、これはまずいパスでした。相手に渡ります。ダビド・ビジャ、このボールは止めただけ。クリアできるか。山崎亮平、慎重に攻撃を組み立てています。イニエスタ、オフサイドの判定です。江坂当たる、クリスティアーノ、主審がゲームを止めます。オフサイドです。このパスは読んでいました。大谷秀和、クリスティアーノ、山崎亮平、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。セルジ・サンペル、
サイドをえぐって中を見る。山口、イニエスタへ。大きく蹴った。クリア。決定的という場面、なんとかクリアしました。セルジ・サンペル、シュートを狙う。コーナーです。得点を決めてリードできるでしょうか。ボールはエリアへ。ここはクリアされました。江坂当たる。ボールを取りました。さてどうする。セルジ・サンペル、初瀬亮、イニエスタ、山口、これは見事に奪いました。大谷秀和、山崎亮平、中央にクロスが上がった。キーパーがクロスをパンチング。さあスタジアムのテンションが上がります。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。サイドからのチャンス、ビジャ。ディフェンスの選手がシュートブロック。前半終了です。未だスコアレスです。さて福西さん、イニエスタですが、前半もご覧になっての分析をお願いします。後半がこれから始まります。動きがあるでしょうか。前半はちょっとチャンスが少なすぎました。もっと積極的にゴールを狙ってほしいですね。ベリントン、山口ホタル、大谷秀和、鎌田二郎、キーパーにパスを戻します。山崎亮平、大谷秀和、サイドから攻撃でしょうか。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。ヘディングからのゴールです。ボールをよく見て狙いましたね。ゴール前に入る動きも見事です。違うアングルから見てみましょう。待望の先制点が入りました。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、山崎亮平、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ボールが足につきません。ルーズボールだ。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ベリントン、西大吾、見事なスルーパス。キーパー弾く。神戸がコーナーキックを獲得。
これはあるか。キーパーがコーナーをパンチング。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。亀川正史、江坂当たる。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。これは見事なインターセプト。山口蛍、フェルマーレン、カットしました。ここはどうするでしょうか。ゴールを狙う。このシュートはポストの外。細貝はじめ、クリスティアーノ、今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。江坂当たる、亀川正史、中にスペースがあります。いいクロスだ。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。別のアングルからご覧ください。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。細貝はじめ、クリスティアーノ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはレイソルのコーナーキックです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ボールを入れた。山口蛍、鎌田二郎、クリスティアーノ、江坂当たる。オフサイドの判定でプレーが止まります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。クリスティアーノ、真ん中にクロスを上げた。入った。最後まで容赦しませんね。これが力の差でしょうか。ゲームは大差がついていますが、攻撃の手を緩めません。シーズン後半に得失点差が重要になることもありますからね。正しい姿勢だと思います。
残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。初瀬亮、ここでホイッスル。柏レイソルが見事な勝利を挙げました。福西さん、チームは敗れる結果となりましたね。今後に向けてどのあたりが改善すべき点でしょうか。そうですね、チームとして光るプレーもいくつか出せていましたから、